高輪大木戸跡の石垣高輪大木戸跡とは、東京都港区高輪2丁目19番地に所在する交通遺跡である。国道15号の千学寺交差点の北東側に一致している。1928年2月7日、国の史跡に指定されている。1710年、東海道から江戸府内の入り口として、また南の出入り口として設けられた大木戸の跡である。 木戸は、はじめ、1616 16年に、芝口門が建てられ、考察場が置かれ、札の辻に設けられたが、700メートル南の同所に移転手考察場として、大木戸が設けられた。芝口門のあった場所は、元札の辻と呼ばれた。木戸は、はじめは、街道の両側に築かれた幅約20メートルの、土塁の間に木戸を設け、明け方六つに開き、暮れ六つに閉じて、 治安の維持と交通規制の役割を果たした。現在の木戸の大きさは両脇に、長さ5軒、幅島、高さ1条の石垣であり、間に咲くと門が設けられた。幕末期に、井上忠たはここを全国測量の起点としたとされる。近くには中心蔵で知られる、赤楼市の墓所仙学寺がある。1932年以降に、標中、説明板が設置されている。 1968年には近隣に都営地下鉄千楽寺駅が開業し、A4? 出入口から50メートル程度離れている。2020年3月14日には近隣に高輪ゲートウェイ駅が開業した。この駅名の決定にあたり、JR 東日本はこの地域は古来より街道が通じ江戸の玄関口として賑わいを見せた地でありと発表した。ありがとうございます。